のバラのオスカル様です。今日は宝塚メイクに挑戦してみようかと思っています。これね、痛いのトゲがいっぱいついてるのそうよね、バラはトゲがあるのよね。スキンケアから始めるわね。今日これね、これはね、最近ずっと使ってるの、いい感じなのよ。あと今日のワセリンはこれ。私ね、昔からね、ちょっと不思議なことがあるのよ。すぐね、部屋の中からね、物がなくなるの。不思議でしょ。この部屋はね、4次元とつながってるのよ、きっと。不思議ではないって、それは本当にすぐなくなるの。どうしてなくなるのかしら、不思議よ。新しい方法ね、見つけたの。アイプチのテープあるでしょ。待ってね、メガネしないと見えないからね。こういうあれをつけると剥がれないんですって。こうつけるのかって。え、そうね、こう入ってた、ついたでしょね。最近分かってきたんだけど、私の目はこっちの目よりこっちの目の方が小さいの。自分の顔ってずっと見てても分からないものよね、意外とね。大きい鏡で見ないとね。でも大きいので見るとね、ちょっと嫌になることがあるわよ。シワとか見えるからな、シワとか増えちゃったりするからね。でも気にしない、気にしないの。じゃあファンデーションなんだね。オスカル様になれるかしらね。え、いいね。すごくこれ使う機会が多いわ。これいっぱいシミがあるでしょ。口の周りも消しちゃうことができるって分かったのね。ね、どう、早いでしょ。この何もうまくいかない時ってあるじゃない。私ね、そういう時どうするかっていうと、カードもうあらかじめ書いてあるんだけど、本当は例えばこれにね、こんな風に書くとするじゃない。3枚あるでしょ。どれか選んでみて。どれがいい？選んだ？じゃあ行くわよ。これ選んだ人、お花。これ選んだらなんかきっといいことがあるわって思うのね。じゃあ真ん中のこれ選んだ人、お金が入るわよって思うの。明日お金持ちだわ。これ選んだ人、はい、きっといいことがあるわよ。だってお日様が笑ってるもの。こういう遊びをね、自分でするの楽しいわよ。何やってんのかしら。次に進めるわね。花を立てていくの。これね、宝塚のつもりが歌舞伎になってない？行くわよ。ビューン、カン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 。なんかね、宝塚の人のね、メイキャップ見たらこうやって両手で一気にこうやっていくんですよ。ビューン、できてる？笑ってない？笑ってるでしょ。これでパウダーで、ここまでにしよう。実際の前での位置よりちょっと場所変えてみた。これよ、これ白いのね。これでここ。こんにちは、ハッピーです。ただいまオスカルメイクに集中しているので、その間に少しベルサイユのバラについてお話しさせていただきたいと思います。1972年、漫画家の池田理代子先生が週刊マーガレットで連載をスタートされました。週刊マーガレットなんて懐かしいですね。ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかしら。私は
中学生だったかしら、高校生だったかしら、それぐらいですね。今から50年ぐらい前になってしまったなんて、わあ、ちょっと信じられないですね。ベルサイユのバラは18世紀のマリー・アントワネットのいた時代のお話で、オスカルは男性として育てられた軍人さん、銀髪の男装の霊神ですね。とっても素敵なオスカルですよね。宝塚では1974年から連載が始まった2年後ですね、その時から公演を繰り返していて大成功を収めているんですって。テレビアニメの放送もスタートして、当時は社会現象になりました。ベルバラブームですね。うん、懐かしいですね。お化粧どれぐらいできたかしら。じゃあ引き続きお楽しみくださいね。それではまたね。じゃあ次はつけまつげをつけます。でもね、今日は忘れてないのよ私。ちゃんと脱いでから、だってこんなプチプチの T シャツ着るのにね、つけまつげつけてからかぶれないでしょ。今着替えます。これちっちゃいから着れないじゃないの。ちょっと待って、なんかこれ変じゃない。よいしょ、よいしょ、よいしょ、うわ、切ったわ。オスカル T シャツっていうのよこれ。よいしょ、このカツラもなんかちょっとなんか怪しいカツラね、これね。このカツラね、演奏じゃ分かんないかもしれないけど結構すごいのよ、ペラペラで。ちっちゃな袋に入ってきたからね、これいつまで経ってもカツラ来ないなと思ってたらね、ちっちゃな袋に入ってきた。えって思ったの。これね、つけまつげ今日二重になってるの。今回ね、覚えたことがあるの。アイラインの外に振るんですって、宝塚メイクは。どう？ついた？あ、びっくりした。自分の顔見てびっくりした。チーク入れるわね。入れた。口紅ね、最後ね。どうしようかな、もうちょっとピンクしようかな。赤がいいかな、ピンクがいい。痛い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 。これに合わせる。じゃあ返してみようかな。痛い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 。今日スカルにやってみました。じゃあねの前に皆様にお知らせがあるの。私今日で YouTube を始めてちょうど6ヶ月目なんです。そして登録者の皆様が1万5000人になりました。これもひとえに皆様のおかげです。皆様どうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日はオスカルでした。ハッピーです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからアンチエイジング、小顔作り、メイクや健康、ファッション、それから京都のおすすめ大人旅など、この動画でたくさん上げていきますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。